AT&T スタジアムはアメリカ合衆国テキサス州アーリントンにある多目的スタジアム。2009年5月27日会場。NFL のダラスカウボーイズの本拠地やカレッジフットボール6大ボールゲームの一つであるコットンボールの開催スタジアムとして知られている。旧称カウボーイズスタジアム。アーリントン氏が所有するこのスタジアムは他にもコンサート、 バスケットボールの試合、サッカー、大学や高校のフットボールの試合、ロデオ、モトクロスやスパルタンレースなどに使用される。1971年から2008年のシーズンまでカウボーイズの本拠地として使用されていたテキサス・スタジアムに代わるものとして建設された。カウボーイズのオーナーであるジェリー・ジョーンズから、 ジェリーワールドとも呼ばれている。NFL レギュラーシーズンゲームの観客動員記録は2009年に樹立した10万5121人。また、世界で31番目に大きい高解像度ビデオスクリーンを備えている。1994年、テキサススタジアムに代わるダラスカウボーイズの新スタジアムをアーリントンに建設する計画が立てられた。2004年に、 アーリントン市の住民投票で、市の消費税の0.5%増などで、同スタジアムの建設費の再建を召喚することが決定された。2005年9月20日に寄港、大型映像装置は三菱電気製のオーロラビジョンが取り付けられた。幅48メートル高さ22メートル面積1051平方メートルに及ぶ、この映像装置は、 世界最大のフルハイビジョン対応の映像スクリーンとして2009年にギネス世界記録に認定されている。2009年5月13日に球場名をカウボーイズスタジアムとすることが発表された。これについて命名権の売買が世界金融危機のためうまくまとまらなかったためと観測されている。6月6日に行われた。 ジョージ・ストレートやブレイク・シェルトンらのコンサートが最初のイベントとなった。8月21日のプレシーズンゲームテネシー・タイタンズ戦では同チームのパンターが蹴ったボールがスタジアム上部の巨大スクリーンに衝突した。ただし、スクリーンは NFL が定めた設置基準は満たしていた。2010年3月13日、マニー・パッキャオとジョシュア・クロッティの間で行われた。 WBO 世界をエルター級タイトルマッチの会場としても使用され、21世紀の国内、プロボクシング工業としては、最多となる4万1843人を動員した。同年には、NBA オールスターゲームが開催。10万8713人を動員し、本会場の最多動員を記録した。この記録は、屋内式会場における、 最多観客動員数としてギネス世界記録に認定されている。2011年には第45回スーパーボールが開催。これまでの最高動員である1980年に行われた第14回スーパーボールの10万3985人を更新するため仮設スタンドを増設したが直前になり安全性に問題が残ることが発覚し急遽。 該当する席を廃止、結果として、動員数も10万3219人と過去、最高に766人不足したため、記録更新とはならなかった。2013年7月25日、大手通信会社 AT&T が、命名権を取得、年間1700万から1900万ドル契約となり、AT&T スタジアムとなった。2014年、 NCWA 男子バスケットボールトーナメントファイナル4が開催され、決勝戦には、ビル・クリントン、ジョージ・ W ・ブッシュ元アメリカ大統領が来賓に招かれ、ジェリー・ジョーンズオーナーの隣で観戦した。2015年は、アクメ・ショ賞式とカレッジフットボール、全米王座決定戦の開催。2016年には、WWE 最大の祭典レッスルマニア32が開催された。 2022年も同様に開催予定。スタジアム内部当社は6億5千万ドルと見積もられていたものの、実際の建設費は11億5千万ドルに上り、これまでに建設されたスポーツ施設の中で最も高価なものの一つとなった。カウボーイズのオーナー兼、ゼネラルマネージャーであるジェリー・ジョーンズが、新スタジアムの建設費を支払うため、アーリントン氏の有権者は、 市の売上税を0.5%、ホテル専用税を2%、レンタカー税を5%増額することを承認した。アーリントン市は、資金として、利子を含む3億2500万ドル以上の再建を提供し、コスト超過分は常温図が負担した。また、NFL は、新スタジアム建設のための資金調達を促進する方針に基づき、 カウボーイズに1億5000万ドルの追加融資を行った。スタジアムはリベリア一国よりも多くの電力を使用していると言われている。スタジアムの名称が決まってなかった頃から多くのファンはジェリーワールド、デススター、ダラスの宮殿、カウボーイズ大聖堂、ジェラシックパークなどのニックネームで呼んでいた。また長年カウボーイズのコーチを務めた。 トム・ランドリーにちなんだ名前を付けてほしいという一部のファンの請願もあった。2009年5月13日、ジェリー・ジョーンズは正式名称をカウボーイズ・スタジアムにすると発表した。2013年7月25日、ジョーンズはカウボーイズが AT&T に命名権を付与することに合意したと発表した。そして直後に、 AT&T スタジアムへと名称は変更された。スポンサー契約は年間約1700から1900万ドルと報じられた。ビデオボードとバスケットコート2009年9月28日のカロライナ・パンサーズ戦で三菱電機の会長とカウボーイズのオーナーのジェリー・ジョーンズに世界最大の HD ビデオディスプレイのギネス世界記録証明書を授与された。 2010年の NBA オールスターゲームなど、スタジアムで行われる、バスケットボールの試合では、大型映像装置は、実際のコートよりも大きいものとなる。ありがとうございます。